第1コーナーをクリアしました。少しと準備は入れ替わりましたが、トップの方は健一選手、兄選手、そしてアッチャー選手、アッチャー選手が来ます。電車一周きれいにクリアです。接触なくクリアです。トップ行きますのは健一選手。本日のピークを取っております健一選手です。すでに19秒8という、19秒台を出しております。ちょっと転倒がありましたが、2位、3位以下ですね、かなり混戦です。かなり詰まったです。1位と2位は、1秒差、そして2位との差も1秒6、トップはケンチ選手のアレックス・セブン、そしてシャンパンゴールドのアッチャン選手、ここでヒデモン選手が第3位に上がっています。そしてイングリ選手、ワイヤリ選手、アリ選手、ウッピ選手、カワ選手と続きます。タイムの方は1分経過、1分経過で1位、2位、かなり、1秒の僅差。トップいきますのはシルバーのアレックス・セブン、 TQ のケンキ選手、そしてそれを追いますのはシャンパンゴールド、ライトがついてます。車両ライトをつけての走行、シャンパンゴールド GTR のアッチャン選手、そしてイレボン選手、ここ3位争いがかなり激しい。イングリ選手、ワイヤリ選手、ワイヤリ選手がイングリ選手をかわして現在4位に上がりました。アリ選手の方も今、5位ですね。トップは依然としてケンチ選手とアッチャン選手の激しい、コンマ7秒差、7秒差のトップ争い。少し空きまして、イングリ選手、そしてワイヤリ選手が3位争い。そしてここでウッピ選手が上がってきました。5位争いがかなり熾烈です。アニ選手、ウッピ選手、イングリ選手、カワ選手と、後方4車両が混戦。トップを行きますのは、相変わらずケンキ選手、そしてアッチャン選手のこの2台、そして少し空きましてヒデモン選手、ワイヤリ選手、ウッピ選手となっております。アリ選手をジャンプしました。トップ争いは1秒差でこの前後してます。今、バックストレートの直線、ケンキ選手とアッチャン選手、そしてヒデモン選手、ワイヤリ選手、ウッピ選手、ほぼ1秒間隔で、3分経過。ただ今3分経過で、残りレースの方は半分になりました。順位の方を整理しておきます。1位がケンチ選手、2位がアッチャン選手、3位がヒデモン選手、4位ワイヤリ選手、5位ウッピ選手、6位カワ選手、7位イングリ選手、8位アリ選手、全車、コース上、トップと2位との差は1秒2、現在のところ1秒2です、3位のアッチャン選手とヒデモン選手の差が4秒3、そしてヒデモン選手とワイヤリ選手が1秒4の差。転倒してしまいましたか。時間の方は4分経過しました。現在の順位、ケンキ選手トップ、アッチャン選手、イテボン選手、ワイヤリ選手、ウピ選手、カワ選手、イングリ選手、アニ選手の順です。カワ選手が順位を上げました。イングリ選手とカワ選手、こちらも激しい争いになってます。川選手が現在6番手走行、7番手走行がイング選手、ほとんど中央のバトルになっております。上位の方は少し差が開きました。2秒差、トップ健一選手と2番手アッチャン選手2秒差、5分経過で残り1分です。残り1分となりました。
川選手は6位まで順位を引き上げております。現在、川選手とイングリ選手がこちらも激しい、レッドヒートですね、6位争い。すみません、残り30秒です。トップの2台は1秒1、トップと2位との差が1秒1で変わらず、残り15秒となりました。残り15秒、現在17周をクリアしています。残り8秒でフィニッシュです。名前が呼ばれるまで走り続けてください。ここでタイムアップ、最終ラップになります。トップはケンキ選手ゴール、2番アッチャン選手ゴール、アニ選手ゴール、3番手ヒデモン選手ゴール、ワイヤニ選手ゴール、ウピ選手ゴール、川選手ゴール、イングリ選手ゴール、全車ゴールです。ただいまのレースの結果は、1着が TQ のケンキ選手が18ラップ6分04秒、1着はアッチャン選手18ラップ6分05秒、3着がヒデモン選手18ラップ6分10秒、4着ワイヤニ選手18ラップ6分11秒、5着がウク選手18ラップ6分14秒、6着がカワ選手18ラップ6分18秒、7着がイーグル選手18ラップ6分19秒、8着がアニ選手14ラップ6分09秒、以上でした。上位のケンキ選手、アッチャン選手、デモノ選手は KV1 の測定がありますので、